こんにちは。京都女性漢方相談の松見薬局管理薬剤師梅垣真由美です。今日は松見薬局のホームページの中のカテゴリーに心の相談カウンセリングブログという記事があるんですが、そこを紹介したいと思います。これは今トップページになりますが、バナーがいくつかあります。漢方薬、健康食品、そして松見薬局について、松見薬局とお客様とのつながり、ここは私からのメッセージです。そしてこちらです。心の相談カウンセリングブログです。ここを開けてもらうと、4月15日に投稿した記事が今は最新です。今の自分の人生が苦しいなら捨ててしまえばいいのっていう題で書いています。ここを読んでみます。こんにちは。京都女性漢方相談の松見薬局管理薬剤師の梅垣真由美です。心の相談カウンセリングブログ、自分に優しい生き方パート1にお越しくださりありがとうございます。私の先生にこんなことを教えてもらいました。人間は生まれた時は、赤ちゃんの時は自分の考えなんて持ってないの。今までの人生のその時その時に周りの人やテレビや本から選んできた考え方を自分の考え方にしているの。もしもその自分で選んできた考え方で今の自分の人生が苦しいなら、もともと他の人の考え方だったんだから、そんな苦しくなるような考え方は捨ててしまえばいいの。そして人生が楽になる考え方をまた選んだらいいの。考え方を選び直すのも幸せになる方法だよ。感動しやすい私はこの言葉を聞いて涙が止まりませんでした。皆様はどう思われますか？自分に優しい生き方って何だろう？私は自分に優しくできているかな？人に優しくできている人は自分に優しい人。私は自分の考え方をそう変えてみました。ブログを読んでいただきありがとうございます。今日はこれで終わります。松見薬局のチャンネルでは、とっても簡単わかりやすい漢方薬のお話やお役に立つ健康情報などをお伝えしていきます。今日のお伝えした内容もブログのリンクを説明欄に貼っていますので、ぜひ見てください。そしてこの記事もよかったらいいねボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。動画右下の逆三角形のボタンを押してください。松見薬局のホームページのリンクも貼っています。ご相談、お問い合わせもお待ちしています。ありがとうございました。